展覧会をやっておりますけれども、11人の作家で、画集に掲載されているたくさんの作家の中の11人で展示をしておりますけれども、その作家さん、11人の作家さんの中で私、よくらプロデューサーはですね、お気に入りの作品を一点一点選ぶコーナーの一点一点選んじゃいましたコーナーですね。ナンシーさんはね、ちょっと初日に全部売れてしまったので9点ですかね。少し作品お持ち帰りになられたりとか片付けたりしたんですけど、ちょっとこの動画を撮影するために新たにですね、箱から出して展示し直してるんですけれども、私の、チョイスしたやつ作品がこちらになりますね。青い松ですね。これお客様ともね、買われたお話なんですけども、こう割とこの富士山って山のね、稜線とかこういうなんかものが、まあ、畑のね、こう線とか割とそういう形に沿ってるんですけど、この作品 だけっていうか、まあ、特徴的にこのぐるぐるの、このぐるぐるの線がですね、そのものの形と関係ないんですよね。で、何なんだろうっていう、まあ、ちょっとご本人がいなくてわからないんですけど、このぐるぐるは何なんだろう、ここの辺りが中心なんですけど、この上にはないんですよね。なんか誰か他の作家さんがなんか太陽の光なんじゃないかっていうんですけど、でも中心がこの辺なんですよね。で、その物の形に沿っていないこういうこう溝、掘って溝作ってるんですけども、があるというのがとてもなんかね、こう意表をついてるんですよね。ちょっとそのこれ売れてしまってるんですけど、ちょっとその私個人はかなり気になっていたんですね、最初展示してる時からね。なんか好きあらばちょっと自分がとは思っていたんですけれども、まあ、お客様にご縁いただいて売れていったんですが、なんかね、このやっぱり形に沿わないこういう掘った溝がこうあって、それが謎、ミステリーサークルのようにですね、ちょっと謎なんですよね。その感じが面白いし、あとこのね、こう稲穂なのかな、金色のね、それとこの青い空がね、ちょっと補色でね、とってもよくて、それで真ん中に、ど真ん中に来ているこの山が富士山なのか、これがちょっと一番サイドが高いんですよね。なかなか面白い、この周りとかもこう白く塗って、なんとなくこう、なんかフェードアウトしていくような表現してますけれども、とってもなんか新しい、面白い作品になってますね。はい、ナンシー書店さんの、よくらさんのフェイバリット選んでみたよコーナーはこちらの青い松という作品でした。